せーの、ナンバーサーティーンのラジオスティーニー。はい、始まりました。はい、ナンバーサーティーンのラジオスティーニー第32?3じゃない、33、覚えてない、多分33だと思います。激アツです。パチンコの話してる、もしかして。ということで、もう一個それが、奇数は過去編だから。すいません、ちょっと龍馬がですね、ちょっとあの説明させてください。お、あの、ちょっと時間いい？あ、いいですね、時間しかない。ちょっとあの龍馬が、うん、遅れます。あ、ちょっと時間取ったら返してもらってね。何の拍手これは。しかも今回、ね、あいつ毎回遅れるやん、うん、基本的に。あ、理由ね、うん、理由、理由か、うん、そうか、それを言わなかった。そうそうそう、ちょっとあの時間もらっていい？あ、いいよ。龍馬、あの、すいません、ちょっと龍馬が用事です。あ、もはや、ね、用事も書いてなかったからね。そうね。じゃあ俺にはね、飽きたいね、個人レジは用事で入れないっていうこと。ああ、用事ね、 LINE で言われてて、だ、用事です。なるほど、なるほどね。ということで、用事って便利やな、相変わらず。前も言うたけど、そうそうそう。いいね、いつでも使える。ちょっとさ、え、ケンちゃん、俺の後ろに車止めてんの？うん、なんかあった？いや、もう鍵閉めれるかも。鍵閉めといて。龍馬は遅れてきます。いや、龍馬も遅れてくるだけです。来ません。鍵閉めたから。そういうことね、うん。入れません。鍵ついてたんや。うん、鍵ついてんねん、ここ。早くないって。すいません、ここ、ちょっと鍵かかってるんですけど。気づかんふりしとったら、マスター来るんちゃう？そうそうそう。ここ鍵閉めんといてねって絶対来る。ああ、すいません、間違えました、つって。そこは、その頃にはラジオ終わっててほしいな。どんぐらい遅れるのかな？ちょっとやろう、1時間ぐらいちゃう。ラジオ終わるやん。あ、鍵開けられた。今鍵開けられた。いや、開けてないやん。開けてないやん、しかも。本当にどうやって鍵閉まってんのかなっていうみたいな。いや、あの、まあ、2分の1はもうお楽しみで。2分の1？ そっちだよね。どっちか、うん、練習中に来るか、それともこの最中に来るか。そもそもやん。ライブしました。はい、結果発表、うん、結果発表。その時間が来るんか。今すごい顔してたよ。先週8月2日にライブあって、で、先週のラジオで、その前の日のラジオでどういうことが起こるかっていうのを予想しまして。そうだね、何言ってか忘れたわ。結果的には、ケンちゃんがうんこ漏らすよりやばいことを起こす。それはそうかもしれないね、確かに。ってか、それも言ってなかったっけ、音でんくなるみたいな。いや、俺それ言ってたから。なか言ってたな。当たっちゃってる。ケンちゃんの、また音出えへんかったなぁ。あ、落ちたの。見事に出なかった。うんこ出た方がマシやったな。音出るんやったらうんこ出た方がよかった。まあ、そうやな。両方出た方がよかった。出えへんかったね。あれね、出番直前にちょっと、ちゃちゃって鳴らした方がいいかも。鳴ってたもんな。俺らね、今回、リハから本番でもう、間もなくやったからさ。うんうん、そんなにね、油断も隙もないというか、セッティングまんまやし、で、誰も触ってないやん。そうそう、あの間に、リハから本番の間に誰も触ってへんのに、リハではギャンギャン出とった音が本番では出なくなる。出なくなるね、うん、びっくりした。今日出てんでしょ。今日出た、普通に出た。うん、出てた、速攻出た。まあちょっとね、あのシールドガリはあるし、断線仕掛けなのはわかるけど、うん、ただ、まあやっぱシールドなんかなって感じやな。まあでも、前言った多分電力はあるかな。本番になると照明もしっかりつくし、うん、で、電力が足らんかったか。まあちょっとね、あのケンちゃんのやつ、これちょっと専門的なんですけど、あの家庭用の電源使ってるから、うん、あのちょっと電力弱い。弱いね。しかも1個なんで、だからおすすめは2個に分けるか、もしくは専門のやつを買うか、うん、まあ2個かな、球体電話、うん、か、減らすか。いや、減らす。もう減らすは減らす。減らす。もう足元減らすもん、うん、重たいし。いらんもん、こんなん。もうね、本番あれだったからね、隣から音が聞こえねえって言って。みんなね、そうそうそう、俺もただ返しが来てないだけかなと思ってて、うん、で、パッて見たらね、
横にね、あの 4,5 人くらい喋るから何もないもんやみたいな。いや、しかもあのサンセット1曲目やったやろ、うん、サンセットの時点で俺半分気づいてなかったまあ、ね、俺自分の音全然返してなかったから。そうね、まあ、上手いギタリスト自分の音聞かずにやるって言いますからね今回ね、全体のこう音を意識するためにあんまし自分の音返してないっていうのがね、うん、でもほぼほぼ2人、またあの右側2人は大変な思いをしたわけそうね、俺ライブ終わってさ、なんかトッキーがケンちゃんやったなって言って、あれ俺何のことやろうと思ってたもん今日は最後まで気づかなかったんや。気づかなかった。あ、そうね、多分音出なかったわ。ティーニーとリョーマくんは気づいてなかった。うん、まあ、リョーマは多分ドラムの音聞こえへんくなっても多分気づかんと思う、うん、もうね、あの隣チラチラ見てたけどね、もうね絶望してたもん、ずっとやべえやべえって感じで。あれでも隠しててんけどね。あれえ、隠してたつもりやった。2曲目のインフィニティのギターソロぐらいで復活した、うん、そう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 だよね。あそこでもう直腕、まあエフェクターとか通さず直接アンプに挿したから音になったけど、スタッフさんがやってくれて、そうそうそう、スタッフさんがやってくれて、でスタッフさんが直腕にしてくれたことに気づいてなくて、あ音出たみたいな。そうだからなんか、まあ、シールドとか変えてくれたんかなぐらいに思っとって、うん、でそっからチューナーが効かんやん、直腕やから、うん、でチューナーが効かんくなった理由がわからんくてそこでまたパニクっとってえぇ、ー、みたいな、チューナー効かんねんけどみたいな。でそっからチューニングが地獄っていうね。そうそのね、僕らはそのチューニングが結構変わる曲がいっぱいあって、そう、ね、6弦だけ1個上げるとか、うん、1個下げるとかあって、そうだからチューナー使えないってやばいよな。タバスコ最初のイントロ聞いた瞬間、隣から違う音がだったからちょっと高いんだよねえっってなったもん、あれみたいなね。これよかったよ、ね、でもとりあえず足元を減らして本番はギター2本も持ち込もうかっていう。完璧やな。あそうやな。それがいいかも。そうだね、確かに。マック閉まってる時にもう本当直前にチャチャって鳴らすって。うん。結構鳴らしてる人もいるからね。でも多分あれ鳴らしてても意味ないよな。だってもう入場してるわけやろ。うん、でもあの SE が終わったら俺が曲始めるわけやろ。うん、そんなもうチャチャって鳴らんでももう。直前、その直前。あ、その前ね。ステージ。ああ、ちょっと SE 鳴らしますっていう1分前ぐらいに。うん。まあね、トラブルで5分押しとか全然あるからね。なるね。いやでもおもろかったな。いや俺もうないと思ってた、あの呪いは、うん、いやそういう油断が運なんちゃうある意味ね、うん、俺とケンちゃんはもうほんまに、ね、長い付き合いからもうほんまに何回も見てるからねアンプが飛んだりエフェクターが飛んだり。まあでもそのライブ丸々音出なくなくてよかったね。そうだね。そうだね、確かに前は。まあでもほぼ出てないみたいなもんやけどな。だって最後の3曲6弦だけやろ弾いてたの。そうすごいやん、6分の1しか弾いてへん。ベースと同じようなことしかしてない6弦だけ唯一、まあ、ちょっとずれとったけど、まあバレへんかなぐらいのチューニングやったから、だから6弦しか弾いてなかった。え、5、4ってでも変わるときある、チューニング。あ、6弦変えたら5、4も変わるやん、勝手に。そうやな。それでなんかおかしくなっとって、もういいやっつってね、うん、演奏中にめっちゃ試みてんけどいや無理やと思って無理やな。めちゃくちゃ頑張ろうとして後ろ向いてめっちゃこういじってるからわあめっちゃ苦戦してんなと思いながら見てた。無理やって、6弦だけで逃げるしかないわと思って、うん、そっか、やけにケンちゃん今思えばその全然下向いてたなと思って、うん、アッキーとは2回ぐらい目合ったんやけど、ケンちゃんずっと下向いてるやんと思って。そう、必死だったん。あ、そういうことか。そうそうそう、多分一番汗かいてる俺、嫌がらせな俺一瞬ね演奏これ止めた方がいいかなって。あ、それもあるよ、ね、思ったんだけど、うん、もうこれもう行っちゃってるしなと思って。俺一回あったもん、俺演奏止めた時あったもん、俺の音が出なくて、ね、2000何年かな、まあ名古屋大阪に遠征行った時に、うん、名古屋だ、名古屋の日に1曲目タバスコで、うん、音出なくて、でその時の一番最初のベース勝利がやめ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 っつって音出てやめやめ仕切り直しますって言って、で結局そのワイヤレスのあれやってん、ああ不調ね、不調で、あれね、でワイヤレスをじゃなくして普通のシールドにしてやったらできたみたいな。うん、一回止めてもいいかもね。でも1曲目だったから逆にできたかもしれない。1曲目だったら止めても3曲目とかにやられると、うん、俺多分止めへんな、うん、流れがちょっと悪くなっちゃうかなって俺思ったから、うん、まあ、ね、トラブルもライブなんで、うん、そうね逆にあれじゃん、あの音出さずにもあの戻すことに集中したいんじゃん次は。
だからもう本当にもうなんか無理やなと、いろいろ自分でやってみて、直案も試すみたいな。あ、人にやられるとね、どうなったか分からへんから、結果が、ね、今回人がやったからじゃあもう結果わけわからなくなったっていうのがあったから、自分やったらチューナーぐらいは繋げとったもんな。そやな、まあさすがにな、PA さんも下はいじられへんからね、分かんないからね、チューナーに繋いで安直にするとはね、まあね、まあ、勉強になるっすよ。あの手話のワイヤレスやったらそれにチューナーついてるから、いや、そうやねんな。そうやねん、完璧やったね、欲しいねんな、あれ。でも高いね、バリ高いね、手話は。今上がったしね、また。あ、そうなの。上がった、値段上がったね、半導体か。トッキーからもらえそうやったのにな、ちょっと残念やったね、それは。しょうがない。多分今俺が持ってたら俺が使ってるの、しかも。だろうね、めちゃくちゃ便利やね、本当に無線って。ってことですね、ライブ。まあ別になんか特に何もなかったですね。それぐらいかな。実際な。てかそれにしか目がいかんかったが正解かもしれないんで。俺はね、あの初めてそのボーカルエフェクターを使ったんですよね。そのラジオボイスっていうのがやりたくて。で、そのね、タバスコの時に、あのね、ちょっと近いところに置いちゃってて、あのタバスコのフェイザーと、はいはい、あそこ近いところに置いちゃってて、両方同時に踏んじゃってて、でタバスコのサビのハモリの時に自分の声がラジオボイスにめっちゃ低い声になってて、まさか下がる方やったじゃん、しかも。そう急いで直したけど、そうだ、踏み間違え毎回あるな。そうだな、お前は踏み間違いトラブル多いな。そうね、ただあの俺ら全然気づかんっていう、それは。それはね、恐らくあんまし、あのっていうか普段声返してはいるけど、コーラスの声って返してないと思うんだよね。返さんね、だから気づけないと思う。俺こまっちゃんのギターは俺もあんま返してないし、ね、今リードじゃないからそこまで合わせる必要もないから、ちょっとうっすら聞こえるぐらいしかこれ返してない。一応聞こえる程度には返してはもらってるけど、ギターしか聞いてないから実際ボーカルが変わってもわからない、そうね、コーラスあんま返す人おるよな、さすがに、自分ぐらいじゃ、分かればね。お客さん気づいたよね、多分。なんかおかしい。お客さんは気づくだろ。あれ、なんかいつもより小松さん声低いなみたいな。どうしたって。どうしたんだろうみたいな、ね。そのあの容疑者の声になるやつ。出た。どうですよみたいな。おい、ジョー・スミスってやつ。そんなん出たんや。個人的に俺はね、何もなかったけど、まあ、ね、あったとしたらね、動画見返したら俺の音消防ぐらいかな。あんま取れへんしね、iPhone とかじゃ、しっかりベースの音取れる方な媒体じゃないんでね、そこは知らないかつかなってぐらい。俺逆にバスでかーと思ったけどね。バスでかいな。あとはね、あの対バンのシャチがすごすぎた。強かったね、かっこよかった、みんな。バーシクソにすごかったね、激しでした。うまそうやったね。本当にそう、俺らが一番おとなしかったもんね、いつもだったらね、まだ俺の方が激しいのかなと思ってるぐらいだったけど、俺ら J-POP でしたね、あの日は。あの日は J-POP だった、マジで。なんか一番手でよかったよね、あのメンツは。あのメンツだったら一番手でよかった。あの最後の2バンドぐらいはまあちょっと軽い感じだったけど、ああそうね、俺らの次のシーソーハームっていうのがすごかった、バカったね。右京様マジうまかったよな。うまかった。でもすごかった、あの打ち上げの時話したんですよ、話したんですけど、なんかメンバーに咎められてるらしいよ、あれでも。えピッチ悪いとか、マジでボイトレイケとか。あ、まあ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 言われてるらしい。それほど意識が高いってことよ。ほんまにって言っちゃったけどね。ほんまらしい打ち上げね、なんかテキーラ勝負始まって、ああ僕テキーラの時帰ったんですけどね、なんか東西であのやりましょうよみたいな。やば。あの日、それもそうやねんけど、なんかね、あれ一応関西からツアーでみたいな感じで、結局2つ来てて、関西、シーソーファームが京都、ね、京都か、で、アイクライトが大阪で、だから関西2バンド、あ、そっか、関東2バンドか、すごいね。関東3かな、関東3か、シグアウトも入れて。そう考えたら結構すごいね。で、シグアウトのベースが長野、すごい間って言って、なんかで最終的には俺と喋ったから、関西弁になったからね。たやき、なった。関西2バンドと関東2バンドで、俺らが関東関西で半分こやから、そうな、なんかちょうどいい割合やった。お
関東で俺関西です。お前関東やで。僕一応関西代表でやらせてもらってるんで。いや代表お前代表にしてしまったらえらいことなんだよお前。ほんま。あの大阪愛は負けないんで、あの生粋の人に。ほんま、はい、まあお前そもそも10年しかおらんかったやんけ。10年もうおってんねん。10年もおらんかった。いやいや、だから言ってしまえば関西生まれの10歳児と一緒ってことだろ。そうね。負けへん、負けへん。負けへんねや。そんなに、まあ、そんなコテコテじゃないよね。開いてしまった、開いてしまったか。ああ確変でした。確変あいつ3か。これ通常の方じゃん。用事お疲れ。用事お疲れ。お疲れ。いや用事多いね。用事お疲れ。マイク回収した？回収した。あ、そう、ライブ当日にマイクをスタジオに忘れるっていう。あーボーカルじゃないですよね。あーびっくりしたね。あんま変わんないんで。あんま変わんないんで。むしろあのあっちの方が全然よかった。これあのこいつのここ開かへんのよ。そう、ああ開かないね。だからあのメンテナンスできへんと。お前タバコ吸ってきたな。あっお前遅刻してるくせにタバコ吸ってきたな。お前ほらごめん、俺もやります。お前もかい。ライブの感想を一通り言いまして、龍馬はどうでしたか？はいはい、ああ俺はサイコパス出だし。ああそっか言ってたね。ちょっとね、あの言えなかったです。言えなかった感極まって、そう感極まって言えなかった歌えなかったじゃない言えなかった何言えなかった言葉言えなかった。どうした感極まって言えなかった。泣いちゃって、うん、はい、全然映像見たけど涙の一筋もない。なんやったらちょっと汗も少ないんちゃうぐらいだけどね。ちなみにケンちゃん音出てないのって気づいた？あのね、いや返しがないから俺も最後まで気づかなかった。薄いから、いやなんかでもなあのギターの返しがあの小松ちゃんしか聞こえなくて、あ、まあ、まあ少ない、まあちっちゃいからね、そう、あ結構離れてるし、こんなもんか、まあいいかって感じだったのか、たら全然、ね、出てなかったっていう。そうあれ、あの龍馬のマイクに入ってるギターの音が返ってきてるだけやから、うん、イヤモニに。そうそうそう、あなんなんだって音返したらな、多分耳の中死ぬよな、うん、大変なことになる。俺一回俺もやったことあるけど耳の中混雑しすぎてメトロノーム聞こえんし、ドラムノーム聞こえへんし、ギター邪魔やし、リズム見せた時にめちゃくちゃ釣られるし最悪やった。最悪もう二度とせえへんと思った。怖っ。一回全部返したことあるんだけど、うん、もうなんかもう爆発みたいな。やばいなそれ。大変でした。大変、うんうん、もうやれへんな。もうやりました。もうやれへん。アッキーの顔下にあった？あ、今日はなかった。あ、今日じゃない、あの、この前はなかった。この前の予想はじゃあ、何分の1か分からんけど、1個だけ的中です、うん、ね。1個だけ的中はしてたね、確かに。これ、配当高いやろ。これ、配当高い。50倍ぐらいと言ったん僕なんで、ありがとう。今日は何かしら奢ってもらうんで、ありがとう。それ言った時、もう正直俺、いや、ないないと思ってた。なんでフラグ立てるんちゃんと立てるやん。フラグ立っちゃったから。いや、あれからマジでそういう、ね、あのユージェネ以降はあんまそういうトラブルなかったから、あもう俺ない人間やわって思って、ないないと思ったけど、コロコロはなかった。それはなかった。コロコロ、うん、それが言ったらそれが一番ハイトだった。それはなかった。それはなかった。一番レアよ。花場だからそれが、ね。いや面白かったですね、でもライブね。いや俺全然思わなかった。お前楽しめてないの。今日のスタジオ多分一番楽しいと思う。だってマジでもう隣ですごい焦ってたの俺見てたからずっと。しこちゃん、おしこが、しこが、あのお客さんがね、中指立ちそうなん、そう、あ、そうそうそう。なんか、お客さん、うん、最前にいつも来てくれるお客さんが、うん、ケンちゃんに向かった。まあ、そうですね。マジか。あのモザイク多分入れてくれた。何やってんだよっつって。厳しいな。それ見てさらに焦るやろな。焦っちゃうな、それは。ケンちゃんはそこを見る余裕がない。さすがにこれ見てられんよな、もう。だって、ずっと喋りたい。もう足元とアンプしか見てなかった。どれが原因や。そう考えたらもったいないよな。だって、ライブ、でさ、しかお客さんのこと見られんわけ、うん、いやのにさ、ハンプとボードってもういつでも見れるもんばっか見てたやろ。それで30分使っちゃったからね。せっかくのライブやったのにな。ドラムってそんなないからな。確かにね。まあでもね、一回この前のどこやったっけ、渋谷のラママ、うん、ラママの時はペダル外れたからね。あ、言ってたね、うん、あれめっちゃ怖かったけどな。めっちゃ慎重に叩いてる。めっちゃ慎重に踏んだ。めちゃくちゃ慎重にツインペダルこうやって踏んだ。あれぐらいちゃう多分ドラムのトラブルって。そっか、
あのなんか一人一回ドラムのスネアの裏面が破れた人がおった。やば。裏面ってもうどうしようもないね。うん、どうそうだね。うん、だからなんかスネア交換してた。やば。やば。こう叩いてたら裏面割れる。めちゃくちゃ力強い声やってんよ。ああ。なるほどね。なんかもうほんまにあのウィップ奏法って言ってもマジでムチみたいにバーンってやんねんけど、それがもうガンガンスイートスポットに当たりまくってパーンって言った。へえ。衝撃が伝わっちゃった感じて。音でかかったもん、確かに。そのまだ世間は切ってないよ。世間まだ切ってないよ。今日切りたいやつあんの？あんの？いや、ない、いや、ないけど。ないやんけ。なんで言うてんの？いや、いつもすごい切ってるなって思って。ちょっとライブのね。本当にライブ切ってるから。なるほど。ライブを切られていただける。ケンちゃんは切ってる。そうね。ケンちゃんは切られてる。いや、音出なかったね。いや、もうええやろ。やろ、ま、あれは、なんで？やばい、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 やばい。俺もう当日、多分500回ぐらい余ったと思うから。もうええやん、それ。いや、もうね、当日落ち込みを半端なかったから、本当に。まあ、でも傷をえぐっていって。まあでも、見積もっても50回ぐらいちゃうかな。やばい。そんな言ってなかったいやだってさ、あの帰りそのやっぱ機材をここの、はいはい、スタジオとかにあの戻すとき、ね、戻すときずっとねめちゃくちゃ後悔してたもんあまあしょうがないね。あれでな、まあ大丈夫大丈夫ってやったら多分まあプロは目指されへんやろな俺ええよって言ってたなええよええよ、まあ、他人からするとええよになるよな。そういや次もあるしっていう経験にもなったわって。そのケンちゃんのやつでドラムが鳴るとすると、スティックが全部なくなると、うん、それでもバスは組めるから、ね、バスと同時にペダルが外れて横向く。もう何もできへん。それはもう何もできへん。これは何もできへん。あとスタンドが全部スポンって下に行く。最悪だ。ガシャーンって全部一気に。バンバン。もうそれドッキリやん、絶対。絶対ドッキリやから。そうね、ぐらいかな、じゃないと思う。絶対一応鳴るからね、うん、ドラムは、ね、最悪はあのハットでこうやって踏んどけば音鳴るし、うん、チャッチャチャッチャ。ドラムのね、そういったハプニングとかトラブルとか見たことないからさ、俺。でも、やっぱシンバル倒れるが一番多いじゃん。あー、メンバーのシールドが引っかかって倒れるとか、うん、うわー、ありそう。フラグいや、でもね、俺はね、倒れたところでそこを無視して倒るから。あー、こう右半分なくなっても3点残ってればなんとか。あー、そうね、確かに。なるから。多分このバンドではそのトラブル起きへんやろ、うん、そんな動く人おらんやん、うん、まあ動く人俺が帰省したから帰省したからあんまり動かないよ。あんまし動かないしてるから今の下から覗くことないから、うん、そうそうなったからね。あの何回やってもあのサイクロンのあのあそこのさ、うん、あのステージのもう一個柵やん、柵あれ怖いな。怖いよ、うん、何回やってもまだ3回ぐらいしか出てない。毎回の足こんなになるよ、こうプレベル。そんな靴やからやろ。そうね、その靴で行ったら怖いよ、厚底で、うん、踏み外した時に怖いかな。1回ぐらい踏み外したら面白いんじゃない。そうね、大丈夫、俺の前の晩の目も落ちたかな。そっか絶対痛いやん、あれあれすごいね、俺あの思い出してんけど、うん、そいつ無線やってんや、うん、無線やったら、あの下降りたら無線があの下だけ音消えんねん。最悪や。ちょうど消えんのよ、ケツに挟まれてるから、だからガッ最悪むなしわーも言えへん、あの向こうまで行くから拾ってくれんねん。下落ちると鉄に挟まれてるから。なるほどね、そうで遮断されるんや、うん、鉄でね、あの、あれがなくなっちゃうから。知らんかった、面白かった。ガホッあみたいな悲しすぎるっていうのがあるね、皆さんの落とし穴には注意してくださいね。そうだね。で、俺なんかケンちゃんに謎の電話したよな。え、電話？アンプ、俺のアンプ持ってったみたいな。あ、俺に2つあったからやろ。そうそうそうあ、そっか、そいつあったよね、もう1つ。あ、楽屋にオレンジもう1個あったから。あ、そういうこと。そう、うん、で、俺テキーラ3行ってたから出た。俺のあんじゃんと思ってやべえ、やべえ、あれ酔ってたんや。そうあ、大丈夫、ごめんっつって。うん、小町のやつ不調やったから間違って持って帰ってきてくれたらよかった。やばい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 、うん、ちょっと真空管コンってなってるからね。ノブがちょっと調子悪い。そうなんか、ね、やばいね。カカカカカカカガーっていう感じ、ね、ギリギリバレんじゃん。いや、ギリギリじゃなくて 100% バレる。100% なんか俺のちゃうなって絶対言われたいだろ。あの時ちょっと
黄昏れてた時やったから、あの電話で元気でアッキーとバイバイして俺一人になって何あごめんね、あのハンドもう1点だけ見つめて帰ってバイ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 電話かかってきて、おっでちょっと元気出て、元気出る内容でもないよ、俺のレジ持って帰ったよし元気出たって人の声聞くと元気出る、関西人でも一人の世界入ってたから、あなるほど、あの顔声まで引いた時も そんな感じだったの、いや、あの時は別に嫌なことなかった。嫌なことなかった。まあ、それが嫌なことやねんけど。間違いない。あの音出んかったことで、あのへこんでたから。あいやそう、でも音出なくなると本当怖いな。あのマイク抜けた時のからせん。あ、そう、抜けたことあったね。うん、なんで声出ないんだろうって。うん、そこなかった。あるよね。うん、まあ、一個一個ね、対策していったらね、将来的にはなくなるんで、ね、うん。そうね、うん。そういう経験をして、みんな強くなるんだよ。次は誰が何をするか、うん、ただ足元減らす、もうこんなに来ないする、うん、こんなことにするはもうディレイで終わりやん一個一個今日せっかくディレイの使い方教えたのそこまで中南も置いてないトッキーずっと安定してんのよ、そこまでうん、何もないものやからね、うん、そのギターベースってその電気信号やから、あ、うん、まあ、強いて言うならね、あの一番最初のシェルターの時はあの全体の音作り見せててドラムがほぼ聞こえないとか、外のやっぱり外音の問題は一番多いんで、ね、ドラムはシェルター最初、あ、そうか、最初、そう、最初あのアッキーのベースが全音出ててドラムのあの帯域がシンバル以外全部あの被ってるっていう、俺の音でかすぎ問題、スネアすら聞こえなかったから、パパパパパってシャ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 みたいなあの時俺も動画見返して、え、何この音と思ったの、そういうのはあるよね。それからあの人の 音作りにめちゃくちゃ口出すようになってるからね。そうね。もう敏感に反応するようになってきて。そうね。なんかあれバス抜けへんな。ラッキーみたいなね。かぶってんなとかだし。これはドラム出すぎやな。ラッキーみたいなね。そうね。ドラムは結果ね、あの俺がね、その全部全部可能性が高いから。ラッキーっていうか、ね。こまっちゃんと俺目合わせようと頑張ってる。一向に合わないよね。その時はあのしゃがんで、ああ下に穴開いて、こまっちゃんに目合わせようとするとアッキーがめっちゃ視線感じるから、なんだよな圧がすごい。俺のエフェクターボードのとこにこうやって、あ間違って間違って踏まれる。アッキーここにおったからな。ね、今は規制してるから。規制してるのはちょっとおかしいか、うん、規制されてる、俺にね、うん、今ね、他から見たら動いてるかもしんないけど、うん、あれも結構、いや、あれぐらいでいいんですよ、めちゃくちゃ頑張って抑えてるから、うん、いいですよ、プレイも乱れないしね、それで、あ、まあそうね、うん、乱れは減ったよ、うん、確かにいいことです、うん、はい、ね、楽しかったね、はい、あのタバスコさんがね、見に来る予定やったんですけど、はい、あの仕事でね、職場でちょっと職場はなんか暑くて、熱持っちゃって、それは仕方ない。熱出て来れなくて。大丈夫かな。コロナじゃなかったらいいんですけどね。ああ、よかった。うん、あれかも一応元気にツイートしてるから、コロナ、多分熱中症じゃ普通に、うん、なると思うよ。あの感じだったら、ツイート見た感じ。ちょっと気をつけてください。熱中症危ないからね。うん、そうね。でもちょっと涼しなってきてない。夜とかね。うん、夜涼しいから、うん。昼暑かったな。昼はね、地獄だったびっくりしたな、バリ地獄。でも今週また猛暑言うてるで、また残暑がすごいとか言ってるよね、残暑とか猛暑とかうるさいな、夏嫌いやねんな、うん、夏早い終われということでね切ります、切ります、いや、あれ音出へん、どうなあれ、いや、もういいやろ、切るの、そっちからもういいやろ、めちゃくちゃ引きずるやん、そっちから音出なかった時どう思った、釣ったらいいっすか、釣る、釣るとかいいから、どう思った、死なせ、釣ってくるわ、首釣るんじゃなくて音出してほしい、つらっ怖いなぁ、つらせてもくれへんの、やばいなぁ怖え、切ってください、何か切ることある、誰に聞いとんねんニュースすら見てないわ、何も見てないな、甲子園しか見てない、あ、甲子園いいんじゃないですか、今野球少年、うん、でもちょっとしか見てないよね、えぇ、ー、野球のルールわかんないんだ、えぇ、ー
うちの地元の高校がねやっぱ1回戦進出したって言って、ああ、うん、俺青森の友達が今年なんか、あ、そいつの母校らしい、ああなるほど、ね、友達をね、青森学院高生ね、うん、出てるよって言ってたけど、個性強いからな、あ、そうなんや、やっぱうん、バリ強い、まあだって青森人いないんだもん、あ、うん、あそこはもう、まあ、あるよね、そういうのね、そういうのあるよね、一番最初に一塁に走った方が勝ち、違うよ、うん、なんでそれ、なんでそれ、球より先に一塁に走ったら、うん、セーフなんだよね、うん、まあ、うん、まあ、難しいな、まあ、そうヘキサゴン見てるみたいなそうね、これイエスかノーで言うならイエスやな、ただ野球のルールって言うとノーやな、うん、そうねそういう定義ではないんですよね、うん、え、スポーツってバレー以外知らんの、バレー、バスケ、サッカー、なんで野球通ってない、野球もうそんだけ通った野球行くやろそれそのメンツ多分野球通るやつよ、野球ポテンヒットって知ってる、何それ、知らん、ポテンヒット俺も知らん、知らんのかい、知らんかい、わ、技ポテンヒットはね、なんかこう内野と外野の間に落ちるヒット、ね、フライで、フライだからキューンってこう上がっちゃって、一見アウトやなって思うねんけど、うん、アウトじゃなくなる、こう落ちてしまったことをポテンヒット、結構はで、これが内野の向こうやからポテンヒットなんねんけど、これ取っても取らんでも内野の上やったらインフィールドフライって言って、そうね、強制アウトになる、うん、めっちゃ知っとるやん、野球はみんな通ると思ってるからね、俺、そうなんや、パワープロで、あと野球やってたし俺、うん、あ、そうなんや、やってた、その戻んなきゃいけないみたいなね、そうそうそう、うん、戻るんだ、そう、インフィールドフライになったら強制で戻らなあかんし、そもそもやけどフライ上がったらとりあえずこう塁にいないと、うん、取ってから走らなあかんね、そうそうそう、え、インフィールドフライを落としちゃっても二塁に、一塁の人が二塁に行ったらアウトになっちゃう、うん、それは大丈夫、うん、あ、そうや、もうアウト確定した段階やったら大丈夫、ただそれをノーバンで取ると戻ってないとあかん、あ、なるほどね、うん、ワンバンで取ったとしてもアウトだから、うん、あ、ワンアウトは確定っていう、うん、確定、ケンちゃん、ケンちゃん知ってる野球、うん、多分、リョウマくんよりは知ってるよ、僕だって一塁に走ボールが先にみたいなアホみたいなこと言ってるから俺全スポーツ通ってないけど、そんぐらいは分かる、うん、点の取り方は分かる、うんうんうん、音の出し方はおおすごい切り込んでくれ今日角度えげつない、びっくりした急に来るよ次のスタジオから俺今回そういうことやと思ってくれ、釣ってる、そういうことやと思ってくれ、でも次のスタジオ予定あれやで、2週間後で次は飲み屋で、あ、飲み屋行くじゃ飲んでから釣る飲んでから釣るそれはそれで嫌だな、飲んでから釣るな、幸せかもな。わあ、幸せしたこうみたいな。怖い。最後は酒ないっぱい飲んで死にたい。まあそんだけ飲んで首吊ったらワンちゃん死ぬかもしれない。そうね。なんか、うん、逆に。なんか生きとったわとか言って。そうやな。俺死んだはずやねんけどなみたいな。ありそうやな。野球の季節ですね。野球はいはい。みんなその野球応援とかはあるけどさ、うん、サッカー応援とかないよ、なんかね、バレーは行きたいねんけど、うん、サッカーはそのサポーター怖くて、あ、怖い、あ、はい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 、いや、分かる分かる、めっちゃ言ってくる、なんかサッカーテレビでやったら結構全然分かれへんし、うん、全然進めへんから、おもんないやん、日本の試合ってこうパス回してるから、うん、こう保守が強いからさ、なんかこう見ててもこう派手じゃないから、うん、そんなに絶対面白くないはずやねんけど、なんか見てまうのよ、サッカーを、分かる、野球とかだったらさ、絶対こう三振とかバッターアウトっていうこう節目があるやん、うん、サッカーで点入れんかったらほんまにこうずっとこうボール回って見てるだけやねん、今日なんか見てまう、サッカーはめっちゃわかるわ、でも見に行くのはちょっと怖い、ちょっとサポーターの人たちがね結構過激な人が多いから、うん、日曜日とか京王線乗ってみ、たまにサポーターすげえ量いるよ、あ、そうなんや、あの調布だったかあっちの方にその東京のあの、うん、クラブチームあるから、調布だっけ、うん、忘れたけど、すげえ送るよ、めっちゃ選手にキレるよな、そう、あ、しかもさ負けたら自分の自分の選手にキレるやん、サポートしてる、あ、そうなんや、うん、怖いよ、ね、じゃなくて、まあでも確かに甲子園も応援してる側にめっちゃやじんねんけど、うん、なんか野球とかもだから、そうだね、だそれ俺らに例えたらお客さんがケンちゃんに向かって、まあ、音出せやそう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 、それは確かに、ケンちゃんそこに長いシールだろ、いやダメダメ、人を一人釣れるかな、耐えるかな、まあ、あの2本まとめてくれたら多分ケンちゃん怖いでも俺らでもそんなことないやん、ないな、そのミスってもさお客さんがこう罵倒したりとかしてけへんやん、まあ、あの
頃はあったけどねそれはあったかもしれないけどその特殊よね、特殊よね、サッカーは、うん、誰が言ってんねんって、まあ、スポーツかな、スポーツ全体なんか、うん、あるね、応援なちょっと古いんよな、うん、流れが、うん、応援してる側をちょっと厳しく叱咤するというか、うん、そうなるとさ、そう多分ここ共通で分かるかもしれない、テニスだけはちょっと独特よね、テニスだってもともとは歓声を上げないっていうのがルールや、あ、そうか、ああそうなんだ、基本的に、うん、ミスったりしても、うん、ミスったらあーやね、うん、何ミスってんねんはないし、うん、何ミスってんねんって言ったら選手が切れんのね、うん、で選手が切れる前にアンパイアが退場って言ったらそいつ退場やから、うん、そうなんだ、お客さんがアンパイア絶対だから、そう、お客さんの退場になる、テニスはなんか選手がもうラケットバッコバンバンってやって、あれは個人で勝手にやれてるから、うん、めっちゃ壊してるの、うん、それあのね、すげえな、トーマス選手ね、せいぜいね5人ぐらい、あ、マジで、あんましいないよ、しかもあれ折ったら折ったであのお金発生するから、あ、そうなんだ、向かってるからね、うん、そうそう、でもね それは公式の話なんだけど、軟式はねうるせえ、あ、そうなんや、軟式はね、よっしゃーとか超言ってるよ、まあ、あのそもそもだけどあの公式はあの貴族だけど、うん、あれ日本で生まれてるからね、そうね、あ、そうなの、うん、ソフトテニスは万族、そう、マジ万族、ソフトテニスは日本で生まれた競技なんで、うん、そうなりますね、剣道、剣道とか柔道はあのガッツポーズ、ポーズ禁止っていう、ガッツ禁止じゃなくてガッツポーズしたら1本取り消してんの、うん、あ、そう、言うそうダメていうか何でも知ったんだ剣道部やな、あ、剣道部だったの、剣道部、小学校1年生から高校2年まで剣道部で、へぇやば、ただそのあれは一応ね、あの武道っていう道を重んじるものやから、そういうこう相手を尊重するって意味で、え、あれ一本の時声出さなかったらあかんの、うん、声あのパーンって入ってもちゃんとメーンって言ってなかったらあかんし、その後まあ最近はもうメーンって言っただけで入んねんけど、基本は振り向いてちゃんとこう剣を構えないとあの一本ならないんやけど、特にあの幼い時というか小学校ぐらいまではちゃんとこう振り向くとこまでやらないと一本ならない、だからほとんど引き分け、小学校の試合は、知らなかった、剣道行ったことない、礼儀を、そうそう、礼儀を重んじるけど、うん、あのやんちゃになるやつは剣道部が多い、あ、そうなんだ結構やあの縦社会がめちゃくちゃ厳しいから、なんかちょっとねヤンキーになりやすい、あの仮面めっちゃ臭いよな、あのね、あれはね、もうしょうがないの、ね、変えたことにや、あのね、高校の時に焼き芋みたいに匂いする、そうなんかやだな、そう、焼き芋やったくさないやん、ちゃうね、焼き芋でもさ、食った後のやつ、人から焼き芋の匂いしたら臭いやろ焼き芋中やで焼き芋やで、でもケンちゃん、芋焼酎好きやからさ、そうか、じゃあ大丈夫か、広い焼酎の匂いはたまらんな、あ、でもね、麺よりもね、コテの方が臭い、うんここ汗かく、汗もかくし手汗もかくし、 あれね、皮やからケアできへんのよ、吸っちゃうもん、匂いの、うん、うわ、ファブリーズとかしようもんならファブリーズ臭がする、くそ、こうやってあげたらファブリーズの匂いが相手にって失礼失礼いや、それにシュールストレミングス、なんなんでシュールストレミングスだっけ、いや多分自分がこうや臭いやろ、あ、そかこれも目やな、うわーってなる、口臭いやつおったな、あのつばぜり合いって言って、うん、もうこの距離で竹刀をぶつけて相手を押したりするやつがあんねんけど、それその時にね、ニンニク臭いやつがこいつつばぜり合い持ち込んで匂いで勝とうとしてる、皮におんねん、怖い怖い怖い、めちゃくちゃおんねん、なかなかいい戦法やん、あのね、中学校高校ぐらいから増えてくる、じゃあわざと食ってきてる、そうやね、絶対最悪や、絶対昼ご飯ニンニク食って丸かじりしてるやろこいつみたいなやつおんねんでもそういうやつ大体弱いやっぱりつばぜり合いすら負ける、ガーンパーンの終わりやから、トッキーのつばぜり合い結構強そう、俺つばぜり合いに持ち込まないタイプ、あー、もう ここで決めちゃう、俺あの来たやつを引いてパーンって叩くタイプ、あ、だからドラムやってんの、ちょっとわかんないけど、ちょっとよくわかんないな、それはそんな感じじゃないですね、いやじゃあ、おお、おおコメントいっちゃう、いきますか、あの先週いただいたコメントを今週読んでいくっていうスタイルでやってます、はい、これ開いてるやん、俺今ツイッター見ようとしてるけど、
今週いただいたコメント来週読みたいと思いますんで、どしどしコメントください。ちょっと先週コメントすごかったからな、ちょっとあの数人しか読めないと思います、時間的に。ちょっとすいません。今日のコメンテーターはトキです。これ文字読めるかな。コメント読む人コメンテーターっていう。コメンテーター、お、コメンテーター、そう、じゃあ誰でもコメンテーターになれるね、うん、これいつも上から読んでる、うん、ウィッツ、じゃあ行きましょうか、うん、はい、あ、おコメントです、おコメント行きます、抜粋してネクストレベルさんが、ネクストレベルさんありがとうございます。これは感情込みだな、うん、なんて可愛い子猫、どういうこと。誰からおもろすぎやろ、来てるんです、どうも、誰が可愛い子猫、まあ、多分猫でしょ、あ、これ、あ、これか、あー、なるほどね、これか、先週来てた、うん、来てた。さあ、これですか。お前1週間までよく通りで臭い。ずっと切れちゃう、ね。たまたま。でもまあこういう猫のやつっていいよね、確かに。うん。うん、これか。このことか。おティーニのこと言ってんのかなと思った。まあ可愛い子猫。可能性はあるよな。この人確か。ティーニのこと好きやった。うん、そうだね。うん、ね、この前ね、ありがとうございます。な、先週なんでケンちゃんおれへんの。どう。あれトイレ行っとったよ。トイレ行ったら始まったんや、うん、はい、ということでありがとうございます。ちょっとね、子猫かどうかわかんないですけど、うん、そうね、あー、お腹すいた、いきますよ、はい、はい、ゆうかさんですね、あ、ゆうかさんです、どうも、お腹なった今、お腹、お腹ファンシーすぎだよ、お前いつだったらミュートすんねん、ジメリやった、じゃあ、おコメントいたします、はい、おい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。サーキットおめでとうございます。ありがとうございます。あ、楽しそうですね、サーキット見る側もいろんな場所に走るので楽しいんですよね。皆さんジャンプの話をよくされてますが、銀魂ブリーチも好きなんですが、リボーンって知ってますか。あ、知ってる知ってる、昔好きで毎週読んでました。最近しいたけにハマって、うん、ドンキホーテのしいたけのお菓子にドハマり中です。しいたけいいね、そのままの椎茸で美味しいです。うん、一度食べてみてください。うい、まだまだ暑い日が続きますので、体調を気をつけてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、リボン知ってる知ってる知ってる、ね、ちゃんと見たことない、ちゃんと見たことないね。ツナ、ツナが、あ、そう、ツナが、そんな感じで決め台詞あんだっけ、なんだっけ、リボンじゃない、それこそ一遍死んでみろ、死ぬ気でやれ、あ、もうじゃ別に死ぬ気でやれ、違うか、死ぬ気でやれば大丈夫みたいな、じゃんなんかそんな感じやね。最初ギャグ漫画っぽいんだけど、途中でバトルになるよね。ああ、でそバトルになってから結構好きですね。あ、そうね。ケンちゃんはリボンはもちろん。お前ジャンプ弱す。よう、ゆうかさんにジャンプの話してますって言われたな、お前。あの銀玉とかって言った時に、あ、俺いけるなと思ったけど、ブリーチリボンらしい。ショーンってなって。ショーンって早いな。結構。あれ、緑の髪の毛の赤ちゃんなんだっけ、ランボー、あ、違うな、え、ほんとね、俺わかんねえ全然、あ、ベルゼバブだ、あ、はいはい、わかる、あ、漫画違いやん、わ、ジャンプ漫画ね、わ、あ、うん、わ、ジャンプか、ジャンプやな、ジャンプはジャンプだけど漫画違いやん、リボンかと思った、そう、とリボン一緒かと思ってた、違いますよ違うな、違うかと思った、なんかそのダメダメな主人公が、うん、この家庭教師のリボンが来て、うん、で死ぬ気弾っていうので、撃たれたらめっちゃやる気出て何でもできるみたいな最初の感じなんです。その死ぬ気弾でその強くなって途中から戦うみたいなね感じなんですけど、なんかね、あれね、見た時やっぱこう死ぬ気であればなんとかなるみたいなことをね、うん、みんな思いましたけどね、あんま死ぬ気になったことないですよね、うん、そうね、そうね、死なんしな、うん、死にたくねえし、そうやな、うん、っていうのがあるんかもね。あれでも流行ったんがね、ちょうどね、ゆとりがね、結構ね、進んでる時やったんでね、なるほどね、多分その、ゆとりに対する反発やと思うんですけどね、あ、京子ちゃんどうしたん、え、誰、ツナ、ツナそんな子やったっけ、京子ちゃん、もう一周回ったミッキーやで、それセリフがあるミッキーやから、めっちゃ酒やん、これが俺、あの、なんだっけ、鬼滅の炭治郎の声やと思ってて、俺の中で、あー、なるほど、あー、なるほどね、鬼滅も知らん、あ、漫画で俺、鬼滅読んでたから、この声なんかちょっと高い、あ、ツナの声っぽい感じかなって想像して読んでて、うん、実際そのアニメ見たらめっちゃ男らしい声やつ、そうやな、あの確かにそうやな、俺もどっちかやったらその小松ちゃんのイメージに近いかもしれない、うん、そうそうそう、
炭治郎と金木くんだっけ、うん、が一緒なんだよね、声優。金木くんってどうなんですか。あ、東京グールだっけ。あ、知らんけど東京グール、ね、そう、全然ちゃうやん。そう、あの顔を見ながらセリフ聞くやん、当たり前やけど、うんうん、会えへんよな、確かに。そういう意味では、うん、俺も確かにちょっと違和感あるかもしれない。声優のすごいとこや。鬼滅は、あ、鬼滅は、あ、わかんねえ。結構わかるで。あ、そうなんだ。途中まで。途中まで。途中まで、あの、遊郭のとこまで見た。おー。遊郭。遊郭のとこまで見た。大丈夫、俺鬼滅知らないから。あ、鬼滅。じゃあ、無限列車は見たんや。そう。あの、あれやろ、あ、あの、誰やったっけ、あの煉獄さん、あ、そう、煉獄さん、煉獄さん、うん、どこやろ、うん、そこいいよね。そんなん言ってるけど、俺は見てない見てへんのかよ。煉獄さんのとこだけ見てもいいかもね。あ、そうなんや、そんなんいいんや。いや、すごいいいね。え、無限、あの、映画の無限列車編ってこと。あ、映画、すごいいいと思う。あ、そうなんや。漫画でも俺、すごい感動したし、で、改めて映画ちょっと見たら、すごい感動した、うん、あれ、どうしてやるかね。あ、やんの。金曜ロードショーでやってたよな。あ、そうなんやかな。やってたやつを見て、俺ボロボロ泣いとったわ。なんかね、絵がすごいよね。あ、そうなの、ね、うん、確かに。俺、あの、1月にユニボ行ったやんか。その時、あの、スペースファンタジーっていう乗り物が鬼滅、うん、あ、コラボ、コラボやった。へぇー、ファンタジーって何でもコラボすんな、USJ。うん、あの、室内のジェットコースター。あー、それ、乗って結構良かった。全然知らん、全然知らんねんけど、うん、あ、いいな、出てくる人らが、うん、なんか結構いい声やなみたいな、思いながら見てました。今日一瞬やったね、3時間半ぐらい並んでんけど。そんなもんやろ。2分ぐらい時給みたいな。だって並んだん昼やったのに、終わったら夜やったもん、うん、やばちょっと夜やなみたいな。寒かったしね。はい、ということで、はい、あとは椎茸、ハマフ。ああ、それ何、椎茸のシリーズがあるんですよね。そのまんまコロッケとかもあるし。へぇ、そのまんまコロッケって、コロッケは加工されてるやろ。そう、いや、でもなんか、ね、どういうこと。あ、お菓子でってこと。そう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 。へぇ、コロッケのちょっと乾燥したやつみたいな。あ、俺、そういう系だったら俺、ファミマにさ、さつまいものやつがあるんだよね、それ。さつまいもチップス。そう。うまいよな。めっちゃ好き。めっちゃわかるわ。これか。どうぞ。そのまんまし、これかい。それ椎茸だよ、普通の。え、そのまま椎茸って書いてあるよ。 あ、マジで。これや。あ、これか。へー、へー、あ、椎茸のまんま、キノコのまんま。それは逆にちょっと気になるわ。まあ、絶対うまいやん。絶対うまい。そうね。あ、セブンに売ってるらしい。セブンか。へー、このそのまんまシリーズ、うん、ゆうかさんはドンキで買ってる。あ、ドンキありそうだね、ドンキなんか。そういうの先にやりそうやな、ね、やりそう、ドンキいろいろあるからな。あ、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。コロッケのまんま、ごぼうのまんま、ごぼうのまんまもさ、ごぼういい ね、 ね、牛もつのまんまとかね。ああ、好きそう。なんか色違いなかった、しいたけの。あ、あったね、まいたけとか。色違いは多分レアやね、レアだね、うん、そう、ポケモン的な感じ、ポケモン的な感じ。そういうこと、白く違うんかな。あ、ヘリンギだ、これは。ヘリンギ、ヘリンギ、ヘリンギやな。バター醤油味だって最高やな。酒止まらんやん。確実に太るな。マジックマシュルームは、まあ、うん、そうね。マジックマシュルームってやばいやつや。それはあの合法ドラッグ。マジックマジックマシュルームのまんま。まあ、普通に大生のまんまなんだ。ただのやばいやつ。あとアッキーは知らんと思うけどさ、今マッシュルマジックって流行ったやんか。うん、あの流行ったタイミングで、うん、あのテニスのラケットって振動止めってついてる。あるね、うん。振動止めに。マジックマッシュルームっていう振動止めができてんの。マジで、あれ流行ってる時に。やばで、めっちゃ性能良かって、うん、廃盤になりました。そりゃそうだね。そりゃそうなるわ。めちゃくちゃ、あの、なんかこう真ん中に棒が出てて、うん、もうそれがキノコみたいな形だって、めっちゃ止めてくれるし、音めっちゃ良くなるね、でも、廃盤になりました。悲しいな、それ。名前がね、名前のせいやろ。しゃあない、しゃあない。名前ミスりすぎやろ。まあ、外国製なんでね。しょうがないな、俳優もあれで捕まってるから。あ、うん、お疲れ様です。はい、ということで、まだまだ暑い日が続きますので、体調に気をつけてくださいね、とのこと。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ゆうかさんも気をつけてくださいね。はい、暑いしね、ほんとに。でも、どうなの、東京と大阪やったら、東京の方が暑い。やっぱり人口多いから、やっぱり、うん、湿気とかもね、うん、コンクリートジャングル、うん、ああ、コンクリートジャングル、まだ大阪結構ね、言うて、あの、梅田とかにもまだね、木々残ってるからね、うん、言うて。ないからね、ナンバーはあんまないけど、
まあね、真ん中やから知らないな、あれは。まあね、ゆうかさんもちょっと音出なくなるのに気をつけてください。するね、今日、うん、すぐ音出なくなるからね。まあでもあれさっきゆうかさんが言ってくれた通り、サーキットね、うん、サーキットではね、ではね、音出ると思うんで、うん、100% 出るんで大丈夫です。多分 120% 出るよ。120% だったらボリュームでかなってるから、ね、邪魔やん。適切な温度でもないということで、はい、はい、コメントはもうちょっと今日はね、今日はちょっと読み切れないです、すいません。これで一応全部読んでます。一応全部読んでる、目通してるんで、そのこの読んでくれた人に攻撃だけはしないでください。あの嫉妬でとかそういうのも聞くんで、あの気をつけてください。ということで、ちゃんとしっかりやります。しっかり読んで、誰だ、どうした、しっかりやります。何のキャラだこれは。なんかテンパってない。どうした、ちゃんとやります、ちゃんとやりますね。じゃあ、第32、33、はい、回、ナンバー13のラジオスティンでした、はい、ありがとうございました。コンクリートジャングルでお願いした。あ、大丈夫です。なんかね。